時刻は今17時です。帯広駅から、バスで8分ぐらいのところで、教会病院前っていうバス停で、降りて、で少し歩きました。向こう側が、教会病院前ですね。そのバス停で、降りてしばらく歩いたらこれです。北海道赤十字血液センター、帯広頂上、帯広すずらん献血ルームです。昨日札幌で献血したんで当然献血はできないんですが、一応ルームの紹介、だけさせてくださいっていうんで一応了解もらってます。よいしょ。こちらは全血専門なんですよね。しかも日曜しか、開いてません。すずらん献血ルーム、献血者が一人なんか再結成で今、やってるみたいですね。はい、おっとっとっと、ここで履き替えます。よいしょ。これはすごいね、この献血さんが型献血ちゃんですかね。帯広赤十字血液センター2階です。受付が、さっき、お聞きしたんですが、はい、この建物は昭和58年、はい、でこのルームを開設したのが平成元年。平成元年です、ね、あ、そうですか。どうもありがとうございました。で日曜日しか解消してないんだよね。そうです、日曜日では全血献血、全血専門ですよね。はい、わかりました。まあ、帯広駅から今日バスで来たんですけど、大体8分ぐらいではね、だからそんなに時間はかない、歩いても12、3分だと思います。ああ、そうですか。まあ、こんな感じで今映ってるんですけど、こんな感じ。ああ、はい、あ、これ照明は、これ珍しいですね。昔ながら、え、昔ながらの昭和の、いや、これ献血ルームでこの照明は珍しいですよね。本当は買いたいんだけど。え、買いたいんだけど。いや、これはいいんじゃないですか、これ。いいですかね、これで。今ちょっと気づいたんですけどね、ちょっとこれレトロな感じでいいですよ。書いて今となったらレトロかもしれませんね。そうそうそう、これ、これいい感じですよね。はい。ね、まあ、そんなに広くはないですよね。そんなにね。そうそうそう。ええ、この待合室もね。はい。元々の成分で、大体せいぜいいらっしゃっても30人ぐらいっていうな、そうですか。それでまあ成分でも7台でこっちを、そっちを広くこっちを狭くっていう、当時はしてたんですけど、それがもう全血献血やるようになって、
まあ、向こうがベッド3台の要はここがもうそんなに来ないだろうとか、ね、言ってたらもう今ではもう、ね、多い時は70人80人来るようになってしまう、なってしまったってありがたいことなんですけど、ね、まあ、結構なことじゃないですかね、はい、やっぱり最近あの骨髄バンクにあの登録する方が何か増えたって聞いたんですけど、やっぱりあの、ね、水泳選手 の、 以来から少し骨髄バンクに興味を持っていただける方が非常にやっぱり多くなってきまして、うん、ここでもやっぱり登録する方は増えていますね。登録すると同時にあの献血もすると、まあ、する方も半々ですね。あ、そうですか、登録だけって方ももちろんいらっしゃいますし、分かりました。じゃああの辺は撮影して大丈夫ですかね、これでこう。あ、いいですよ、はい、パネルはね、はいはい、で、あれはやめておきます、ね、これはやめておきます、はいはいはい、分かりました。献血者やっと意味が出ましたね。そうですね、たまらなかったと思います。またください、またお待ちします。平成元年4月11日、この時は成分献血でやってたんです。心配されたんですがタイムリーヒットを打ちました。もう抑えできるピッチャーが何枚もいるというのは強みですからね、はい。マンドジョのファンスコン、さらには秋吉、浦野も抑えの経験ありますね。もう腰でこうやって左はアントリーでもやりますね。中でもあるんで、中でもあるんですよ。横への変則最高の秋吉もそうなんですけども、はい、韓国が固まればですよ、はい。これ満館、これ職員さんの、いえ、なんかですね、提供寄贈で、寄贈ドナーさんの方が持ってきてくれたと思います。あ、ドナーさんが、はい、ですか。この新聞もこれ東京じゃないんじゃないかな、新東京のルーマー新聞は。そうですか、この間あの長崎と佐世保で見ましたけどね、ちょっと新聞は東京のルームはないんじゃないかな。新聞はね、やっぱり皆さん読みますんで、ちょっとの待ち時間に。そうですね、十勝毎日新聞、北海道新聞は結構聞きますね、これはね。これはあのローカル の、 あの地元の新聞ですね、十勝、はい、毎日新聞、ドースポ、エスポンジの、北海道版ですか。産経系ですよね。あ、産経系、そうです、ね、あ、サンスポ系、はい、そうですか、分かりました。他に何か PR っていうかこの際何かあれですね。いや、この際はもうこの際ここは本当にね、こじんまりとしてるんですけど、こじんまりとしてますけど、商業施設が全くないですよね。ん、商業施設周りに、商業施設がね、周りなんで本当に献血だけ目的で来てくれる方がやっぱり非常に多くて、例えば1年で、まあ、1日平均だと57名ぐらいですか。1日57名ぐらい、はい、あ、そうですか、来ていただきますよね、まあ、大変嬉しいことなんですけど、ね、そうですよね、はい、なるほどね。これは結構印象的だな、このこの明かりが。この明かりですか。これはあまり職員から評判ぐらいから変えようかって話してた。いや、これは変えない方がいいです。いいと私は思いますよ、これは。これは。はい、で、これのこの玉もね。これはいい。これは解説した当時の。そうです、その当時のままですね。これ洒落てんじゃないかな、これは。これは私いいと思いますよ、これ。あ、そうですか。はい。これは。レトロな感じで。電気消えたらないんですって、これ。え？肩がもうないから、はい、消えたらおしまいだから。あ、そうなのか。そうなんです。お願いします。はい、変わりがない、もう。そうなんですね。これ初めてじゃないかな、献血ルームでこういうあのなんかホテルのね。いや、そうですよ。ホテルのロビーとか。こんな感じでしたよね。ロビーが。昔のロビーね。昭和の。これはいいんじゃないですか。これ後で静止画で。取っておきましょうかね、はい、さて、もうこの辺りで
いいですかね。あとちょっとあの、はい、採血室の方もちょっと、ええ、あとじゃあ待合室はこれで止めますね。はい。はい。